どうも、こんばんは、エネムです。今回は、ポケモンマスターズついに配信されましたので、早速ガシャの方をガンガン引いていこうと思います。バディーズサーチですね。で、狙い目なんですけど、僕はさっきちょっと星5確定を引いてですね、この勇気の、キモリと、カリンのヘルガー、まあなんか一番強いって言われてるこのカリンのヘルガーを見事引き当てることできたんで、まあ、今回は僕の一番好きなポケモンであるゲンガーを持ってるキクコですね、こいつを狙って引いていきたいと思います。まあ基本的にポケモン、僕ゴーストタイプのポケモンが大好きなんで、まあ不要のサマヨールとかもう欲しいんですけど、とりあえずキクコの、ゲンガーですね、狙っていきます。初代ですね、初代四天王だったかな、キックは。久しぶりにやると全然わかんない。ジムリーダーの名前とか全然わかんないけど、ホミカ、最近ちょっと、ポケモン、ゲームのね、ポケモンシリーズで、唯一やってなかった、BW シリーズをやったんですよ。それでね、ホミカっていう、なんかこの、ギターを持ってる、なんだろう、ちょっと可愛い女の子がいて、あ、こういう系のジムリーダー、結構俺のあれにぶっ刺さったわ。性癖というか。趣味に。ていうかさ、今気づいたんだけど、今俺ちょっと録画画面見てんだけど、これガシャ行くときすごいね。譲渡にあるヒワダタウンのジムリーダーなんだ。これガシャ引くときすごいね。横画面になったわ。ちょっとこれ実況者向けゲームだったりするのか。つくしのスピア、おラプラス、カンナのラプラスじゃん。この私を熱くさせられる。ちょっとね、次10連引くときもう一回ちゃんと見よう。今基本的にその iPhone をその録画する、まあ変換する線みたいなのがあるんだけど、 HDMI っていう出力に変換する端子をつけて、そこに HDMI ケーブルをぶっ刺して、パソコンの間に録画機器を刺して、録画機器からまたパソコンに刺してっていう手順踏んでんだけど、すごいね。なんでこれ横画面っていうか画面全体の演出になるんだろうか。ネジキじゃん。ストリーヘッド、ネジキだよ。あれネジキ持ってたっけ。知識なら負けないんでよろしくお願いします。マーチス、この初代だね。ポケモンで戦うライトニングタフがいねえ。なんかその初代のポケモンってすごいシンプルな作り、ね、あ、上がったわ、カリンじゃん。なんかめっちゃ出るね、これ。 1.4% とかじゃなかったっけ。10連2回でカリンが2体出た。もしかしてカリン確定ガシャなのでは。いや、俺はよ、キッコのゲンガーが欲しいんだ、頼む。私の名前はモミ、ポケモントレーナーよ。あ、これ一緒に行きましょう。なんだっけ、森の洋館だっけ。違うけ。まだ俺様は成長し続けるつもりだぜ。ガマガル、そうそう、ここら辺のねポケモンがちょっとよくわかんないけど、ガマガル。これまでに学んだことを生かしてポケモン勝負をしていますの。ブラックホワイト世代だよね、ガマガルって言ったら。だから最近ブラックホワイトとブラックホワイト2をやったんだけど、なかなかねポケモン覚えられないね。ちっちゃい頃ってなんか一瞬でポケモン覚えてたイメージがあるけど、これなんか演出の違いってある。お、ほら、なんかこのポケモン図鑑をさ、ガチャってやった瞬間に大画面になるの、なんなんだ。粋な計らいだな。また一つ成長しましたわ。バディーズ技、俺な、なんかさ、バディーズ技をさ打つ前にさ決着つかない。バトルのそんなことない。まだまだこれからもっと強くなりたい。バディーズ技をさ、そうか、双子だったんです。ルナートーンとソロ、これはあれかな、ダイパーじゃない、ルビサファかな。結構強かったイメージあるんだけど、これなんだっけな、催眠術とかやってくるんだよな。まあ俺のこのルビサファへの愛を語らされると1時間あって語れないぐらい僕ルビサファ好きなんですけど、人生で初めて触ったゲームがポケットモンスター赤なんですよ。あれなんか多分ね3歳とか4歳だったような気がするんだよ、ゲームボーイカラーで触ったのが。でルビサファをクリスマスにサンタさんに頼んで、で俺サファイア欲しかったから、サファイアが枕の上に置かれ、枕ね、まあ、
枕の上の方から置かれてたんだよな。朝起きたらめっちゃ興奮したの。ルビサファのパッケージってあのめちゃくちゃキラキラしてるんだから、異様に。やったぜ。あ、ダツラ。出ないね、ゲンガ。もう20連引いちまったんだけど、あと20連しかできない。このさ、あの上限だよね、これ。10連してこれ何もたまった？ 20たまった。今30か、30たまんのか。ってことは30たま、待って、今何もた、30か、30たまったから13連引かないといけないでしょ。まあ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 、上限があるとはいえだな。だから俺多分これ今引くのはそんな得策ではないんだろう。何かピックアップされた時にどうしてもそのピックアップが欲しいみたいな。なんか最近のポケモン、あのサンムーンの話、作が変わったのもまあそうなんだけど、これ星5出るね。今の虹色の演出そうでしょ。作画があの変わったのもそうなんですけど、すごいよねあれ。あれなんだっけ、最近ポケモンやってないから出ねえ。ほら、携帯がいろいろ変わるやつ、電気になったりとか。やべえ、ド忘れしちゃった。お、いいね。ナイスモチーフ。これサンムーンだっけ。あたしまつりか、君とポケモン絵になるね。サンムーンだよね。ステップアップですわね。やばい、助けて。私はハチク、人は呼ぶアイスマスクと。ゲンガーが出ないっす。また一つ強くなったわ。ゲンガーだけなんかさ、回避されてる感じがあるんだけど。また一つ成長しましたわ。嬉しくて。あ、やばい。なんかさ、バディーズ技のレベルがさ、めちゃくちゃ上がっていくのに、なんかほんとゲンガーだけなんか出てなくない？あ、もう最後の10連なんだが、俺これ上限いってさ、この何でも1体交換できますよみたいなやつで、星4だって 20% だよ。これあれじゃん、また二次演出だ。ポケモンリーグの四天王ズミと言います。あ、やべ、ブロスターめちゃくちゃ久しぶりに見た。なんか俺ポケモンでさ、このブロスターっていうポケモンなんかすげえ異質っていうかさ、まだまだ強くならなくちゃ。修行の成果です。何なんだろうね。お、キモリのバディーズ技が上がったで、ルビサファー世代、あー、サファイアで一番最初に選ぶ3体、めちゃくちゃこのアチャモと、キモリで迷ったんだけど、なんかみんなアチャモ選びがちじゃん。めちゃくちゃ可愛いじゃんアチャモって。だから俺はなんか別にそういう反抗心があったとかそういうのじゃないんだけど、まあ、キモリが好きだったんでキモリ選びましたね。なんかキモリ選んだの俺ぐらいしかいなかったわ周りで。おい、どんだけ上がんだよ。いやー、ラプラスも好きなんだけどな。レベルアップだな。助けて、計画通り。助けてくれ。また一つ成長しましたわ。助けてくれ。ゲンガーが出ないんだが、ちょっと待って、これゲンガー引きたいから、ちょっとここであれか、あの力を使うしかないのか。確かね、このゲーム課金上限額みたいなのがあったような気がするんだよね。確かな、時々この演出がバグって大画面になったり元に戻ったりするんだよね。俺これ編集大変そうじゃないか。まさか編集大変なのでは。よし、力が湧き上がってくるよ。大画面になるとき俺どうしたらいいんだろう。ステップアップですわね。やったぜ。また一つ成長しましたわ。嬉しくて飛び上がってしまいそう。あれだよ。おい、やべえ、本当にあれじゃん、キッコ出ねえじゃん。まだまだ俺は成長し続ける。あ、確か、しかもあれだっけ、ここで
あーやべ、ついにホーグ5になっちゃった。ノズパスのバーディーズ技がグレイワンダフー。いや、これまずいんだが、お、見てこれ10連引くとさ、全員バディーズ技上がるっていう、全員かぶりっていうね。いや、そこまでならゲンガーを我が手に頼む。この演出の違いをさ、見極めようとしてんだけど、やっぱこのドアが開く瞬間に虹色に光ればやっぱ星5がいるよってことだよね。やったぜやったぜ。わしは炎タイプの、うわ、カツラじゃん。なんかあれだよね、この強化のダンジョンみたいなのがあるんだけど、これ最初ボコボコにされたよね、ポニータのあのニトロチャージに。何、伸びしろ、あ、レベルマックス、あ、これあれか、もう君はバディーズ技がマックスだから伸びしろを上げましょう、伸びしろを解放しますみたいな。修行の成果が現れたのかな。ちょっと待ってよ、幕の下2連はさ、さすがにメンタルに来るで。ねえ、あ、ワインのこのレベル上がった。ねえ。ねえ、ゲンガーどこ教えて。教えてほしい、俺に。ゲンガーの居場所。何これ、なんかちょっと演出違った、さっきと。そんなことない。ほら見ろよ、お前ソウルロックもレベル5になっちまったじゃねえか。でバディーズ技を打つ前にほんと終わっちゃうんだよなって。むしろ敵にバディーズ技を先に打たれる。うわ、ボーマンダじゃん。あれ一体目だよねこれ。ああ、そうだよね、ボーマンダいたんだ。ボーマンダいたんだっていう。肝にも上がっちまったぜ嘘だろ。ウィンディ、ウィンディもね好きなんだけど、基本的にやっぱ初代のポケモンがそのあれなんだな、印象に。あ、ウィンディ持ってたの、なんか残りすぎてすごい好きなんだよな、シンプルな作り。ていうかねえ、おかしいよね地獄から救ってほしい。頼む、もうあ、これやべえ、これ星5いないパターンか。とりあえずもうほとんどのやつもう5になるから。ほら見ろ、ソルロックなんてもう通り過ぎすぎて、なんかもう星、おい、アリアドスが、これなんか連続で、お、フローゼルじゃん。お、フローゼルも好きなんですねこいつ何でも好きだなこいつ何でも好きっていうな。あ、でも結構あれだね、引いてね、ポケモン出るな、ちょいちょい。ってことはまだまだゲンガーだけ避けられている現象ではないということか。助けてほしい、なんか演出的に。お、いいね、星5出るぞ。お、コミカじゃん。ああ、このジムリーダーよくない？なんか俺好きなんだけど。私はザクロ、カロス地方、このポケモンの名前がね、あ、アルマス、アマルスか。うん、全然これ印象で、多分レートで見ないからなんだろうな。アーカラ島の島クイーン第一、ハードな勝負をガツンと行くよ。え？あれ？星5いたっけ？星5にいたっけ、ライチって。あれ？俺の見落としかな。多分見落としだわ。また一つ強くなったわ。また一つ強くなったわ。うん、ゲンガーが欲しい。ゲンガーが出ないっすね。成長したみたい。まだまだこれから。もっと強くなりたい。
これもしかしてこのガシャから出ない、いや提供割合にあったはずだから絶対出るはず。もうこれラストにしたいんだけど、許してそろそろ許してくれない？頼むから。なんか来月はさ、あのグリーン&ピジョットのバディ来るっていう、あやべ演出飛ばしちゃったじゃん、勢い余って。あでもこの演出飛ばしたからあれだわ、ゲンガー出る気がするわ。なんか 20% だもんな星4。5対2いったら出るから、頼むよ星4の中からよ、キクコゲンガーを引き当てることぐらいさ。あ出たじゃんけん、ガンピ。いいぞ、やべつらい、いい感じだな、やべつらい。おお、まあまあじゃん。ウラウラ島のキャプテンの一人です。つらいな。これ本当にこれあれなんだけど、確定枠でさ一番何排出率の低い星5を交換せずに星4を交換しようとしてるんだけど、こんなことあるのかな、こんなことってあるのかな。でもゲンガーってさ、キクコとのペアでしか出ないのかな。私頑張った、修行の成果だな。修行の成果ね、修行の成果ね。私は福寺、草タイプのジブリーダーだよ。あれこれ多分初代だよね、どこだろう。草のことなら任せなさい。どこの町だったかな。修行の成果です。やべめっちゃ伸びしろ点、ラプラスもあれバリザー5になっちゃった。成長したみたい。やべ流れが悪すぎる。みんなこれ狙いのやつ引けました。何が狙いなんだろうか、みんな。てかメイちゃんがさ、まさかのガシャで出ないってことで、それに救われた。お、これあれじゃん、確定演出じゃん。なんかもう分かったわ、うん、見すぎて分かったわ。このボンもうギャン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 、虹キラキラキラみたいな。確実に星5いる。もうどうせならキモリがいいな。私はキクコ、関東地方の視線。あんたの実力見せてみな。やっと出たよ。わお、レベルアップだな。計画通り。やっと出たんだけど。おかげでまた一つ。いくつになっても日々勉強。おかげでまた一つ成長したぞ。気分がいい。なんでここに来て2体来るかな。うっす。そうマジで言ってる。これちょっと教えてほしいんだけどさ、このゲンガーの上位互換ゲンガーみたいなので、他にゲンガー使うさトレーナーいたっけ。でもね、ジムリーダー系ではもういないような気がするんだよな。誰かいたかな、メガゲンガーとか。なんかその XY 以降で出てきたっけな、なんか使うトレーナー。もう俺も仕方ねえから引いてさ、その1体星5交換するけどさ、どっかのタイミングで。ああこれは確定演出ではないな。ただこの後、この図鑑の扉が開くときにこの虹色が見れれば、私頑張った。すっげえ久しぶりにこんなガシャ引いちゃった。おい、最初からそれやってくれよゲンガー。最初からやってくれよ。いくつになっても日々勉強。おかげでまた一つ成長したぞ。まあまあまあいいでしょう。とりあえずゲンガーがなんか3になったわ。バディーズ技。もっと強くなりたい。はい、ということで、サーチポイント的にはこれあれか、単発で引くと1ポイントしかたまんないけど、10連引くと30ポイントたまりますよっていう。それか、消費する石の量かな。消費する石の量なのかもしれない。ちょっと試しに引いてみる。これ、1日1回割引の100石
単発が300個必要なところを100個の石で引けるってところで、100石を使えば、石を100個使えば多分これ1貯まるんだと思う。だから4万個石を消費すれば確定で1体もらえるんだけど、これで多分3回これを引けばいいような気がするわ。さすがにこれでね、二次演出は見れないと思う。単発の時も同じ演出だよね。茜のミルタンクじゃん。なんかこれ一番最初に出たわ。茜のミルタンクってなんかあれなのかな、みんな絶対出るのかな。俺一番最初のなんか単発一回引かしてくれるやつで出たんだけど、あれは星4確定だったりするのかな。修行の成果です。ここでもしかして最後の最後、あ待って、増えてるよ、見ようか。あ、だよね。やっぱりね、100石でポイント1個貯まるんだ。これでチケットですね。俺なんかもうこれ初日からもうこの天井まで引く男。やばすぎ。わろた。で、最後はネジキット。はい、ということでですね、ゲンガーをね、1体選んでください。あ、こんな画面になるんだ。え、待って、今無理。今は無理。これ何？戻るとあれなのかな？見て、これ、所持済みでさ、あ、ロズレイドのこれなんだろう？これ押したらなんか一瞬で、あれだから、あれなんだけど。え、俺これ普通にゲンガーのキック交換するよ。で、ゲンガーのバディーズ技上げたいしさ、まあでもそうか、俺あれ持ってねえわ。不要じゃねえ、なんだっけ、不要だっけ、不要のサマヨル持ってねえな。いやー、不要のサマヨル欲しいな。ってなるとやっぱりここは不要のサマヨルに交換になるのかな。まあ持ってねえし、にしようか。とりあえず不要にします。じゃあ、あ、これ交換した時もあれなんだ。交換した時も、なるほどね。私、四天王の不要、私たちの絆は強いんだ。はい、というわけでこんな感じですね。今回かなりガシャを引いたんですけど、まあもうほんと後半のあれだよね、最後の最後のガキにした時にゲンガーが3体ぐらいポロッと出てきて、ちょっときついっす。それ以前何だったんだっていうね。はい、というわけでお疲れ様でした。またちょくちょくポケマスの動画を上げていこうと思うので、よかったらそちらの方も、インボケの合間に見てください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。